はい、どうもこんにちは、古木です。今日は私が管理している水槽をご紹介できればなと思います。で、タンクデータちょっとかっこよく書いてみたんですけど、アクリル水槽の45センチキューブですね。で、ことぶきフラット LED2 つと、あとフィルターはことぶきパワーボックス SV900 で、で、そこはアクアグラベルピクシーサンドを混ぜて使ってます。で、CO2 を、まあ、直で3秒に1滴ぐらい添加してますね。で、主に熱帯魚を入れてまして、コリドラスとかテトラとか、あとはトラコハチェットとヤマトヌマエビが3匹とカブクチカノコガイが3匹、コケ取り要因で入れてます。オトシンとか入れたいんですけど、アクリル水槽ってダメみたいですね。傷ついちゃうみたいです、オトシンの口で。で、陰性水草がメインで入れてある陰性水草水槽って言われるやつですね。で、ミクロソリウムとかミクロソリウムとかポルビディスとか、まあ、そういうシダ系とブセファランドラとかアルビアスナナのプチの斑入りが入ってますね。まあ成長も遅いので、あんまり水草のトリミングに追われる生活をしたくないので、こういった水槽を今管理しています。はい。で、これ撮影しているのは2月だったんで、流木なりにヒーターとか仕込んであります。そしてですね、外部フィルターはことぶきパワーボックス使ってるんですけど、これ実はね、水流がすごく強い外部フィルターなんで、排水口にエイハイムのナチュラルフローパイプってのを取り付けて水流を調整していますね。でもね、本当はパワーボックスにはナチュラルフローパイプ口径が合わないんで、ちょっと工作する必要があります。で、ね、このキューバパールグラスはですね、まあ、あのわび草なんですけど、置いただけでちょっと育つかなって軽い気持ちで置いてみました。そしたらですね、これね、全然育ちませんでした。はい。で、これ自作した水槽レアなんです。 2×4 で骨組み作って、 1×4 で化粧板みたいな感じに貼っていて、キャノピーも同じように作ってあります。で、ここが実はですね、隠し扉になってまして、この中にバケツやらをね、収納しているわけですよ。本当は外部フィルター収納するつもりで作ったんですけど、完全に設計ミスで、もうね、外部フィルター入りませんでした。配管できなかったんですよね、正しくはね。入ったんですけどね。で、ちなみにこの水槽にはキャノピーが必要なんですけど、理由としましては、子供のいたずら防止っていう意味と、猫の足場っていうね、キャットウォークがあるので、このキャノピー必要なんです。キャノピーがあるとね、生態の飛び出し防止とか配管とかも隠せるので、見た目もすっきりしていいんですけど、まあ個人的にはね、オープンアクアの方が断然かっこいいと思いますね。で、今回は大したネタもないので、週に一度行っている水替えの風景をね、ちょっと撮影してみることにしました。で、ちなみに私が水替えするときに使うのは3つなんですけど、灯油タンクと普通のホース、そしてあとはぬか漬け用のバケツですね。このね、ぬか漬け用のバケツ、いろんなね、バケツ使ってきてましたけど、個人的にこのぬか漬け用のバケツが一番丈夫でね、使い勝手がなんだかんだ良かったですね。バケツって取っ手があってね、便利っちゃね、あれ便利なんですけど、やっぱりね、取っ手があるかげで壊れるしね、収納できないんですよね。やっぱり私はね、ぬか漬け用のバケツがね、一番好きですね。で、水替えの時にアクリル面とかも掃除して、陰性水草メインの水槽なんで、あんま汚れないんですよ。で、月に 1,2 回ですね、時々水質が崩れてるとこけしたりもしますけど、基本的にあんまり汚れない水槽ですね。だから水槽にかける時間あんまり取れなくても維持していける水槽状態ですね。で、陰性水草も時々トリミングとかもしてあげたりもするんですけど、あとは水温の上昇と水流とか気を使ってあげればね、これも水草が勝手に成長してくれますから。あとは最低でも週に1回に水替えをね、怠らなければいいんですよ。時々保ってしまうこともあるんですけど、まあね、この水替えはサボるとね、なんかちょっと嫌な感じになってくるんですよね。定期的なね、水替えはね、だからアクアリウムの基本なんですけど、やっぱりね、これが一番ね、大切なことなんじゃないかなって思いますね。はい。で、この45キューブもね、1年以上ね、維持してるんですよ。維持管理ね、まあ、よくできてる方だなっていうのは個人的にはね、思います。だからよくね、アクアリウムって大変じゃないってね、聞かれることがあるんですよ。まあ、そう言われますけどね、やっぱりね、
やっぱ楽じゃないですよね、維持管理するのってね。もうそもそもね、アクアリウム関わらずなんですけど、計測が苦手な人はね、できないと思いますね。まあ、だけどね、これね、めちゃくちゃ面白い趣味だとは思いますね。で、これは私がインセミミズクサをトリミングしてるとこなんですけど、さっきも言ったようにね、これ水換えの時に時々やってますね。で、水草も茂りすぎると、まあ、通水性悪くなって、水温が上昇した時に、シダ病とかね、かかりやすくなると思うんです。だから定期的にやってあげましょう。でも、めんどくさくなる前に、こういうのはやっておくべきなんだと思います。はい。で、有形水草水槽の場合は、もう比較にならないくらい、このメンテナンスがよりこまめになって、もう、私にはね、ちょっとね、これできないんですよ。ただね、有機草の水槽はね、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。綺麗にできるとね。だからまたやりたいなと思うんですけど、やっぱね、これが超楽なんで、多分当分このまんまだと思いますね。ただ陰性水草水槽も、ちょっとね、ちゃんともっと作り込めば、もうすごい水槽できますから。だから、時間はかかるけど、やっぱり今この成長の差が私にはちょうどいい感じなんですよね。で、流木とかを入れ替えたいなと思ってるんですけど、やっぱなかなかいい流木っていうのは出会えません。運命ですからね、これは。で、あとは新しい水注ぐだけでも、最近はね、もうドバドバっとね、入れちゃってます。これ時短ですね。急激なね、水質の変化を恐れて少しずつ入れてた時もあるんですけど、めっちゃ時間かかるからやってらんないんですよ。でもね、結局、ドバドバッと入れても水質大きく崩れたことってあんまりないんですよね。強いて言えば、まあ、時々にバーってやるので、流木が動いてレイアウト変わってるんですね。微妙にですけどね、レイアウト変わってたりします。あとは見比べてなんかちょっと違うくらいで、まあ、むしろいい感じになってたり、すごい自然な感じに傾きができるんですよね。だからこの水槽の水換え声は自然界の水になった気持ちでね、やってます。これぞネイチャーアクアリウムなんじゃないでしょうか。まあそうなんですけど、魚によってはいい迷惑ですよね。いきなりね、水抜かれて、いきなり滝が出てきて、もうね、私だったらそんな生活耐えらんないですね。穏やかな静かなところで余生を過ごしたいと思います。はい、まあね、ちょっとね、話脱線してしまったんですけど、こんな感じで水替えをしております。週に一度ね、どんな忙しくても、二日酔いでも体調悪くてもね、水替えね、頑張りましょう。そして、なんかね、水が終わるとこいつがすぐ来るんですよね。言ってるんでしょうかね。なんか猫って水槽好きですよね。オープンアクアやってた頃はよく水飲んでましたからね。アクアと猫あるあるなんじゃないかと思います。はい、という感じで我が家の45センチキューブ水槽でした。アクアリウムいろいろね、やってみたいことあるんですけど、私ほんとね、レイアウトセンスないので、レイコンも仙台だったことありますしね。まあでもね、そもそもセンスがないんですよね、これね。だけどやっぱりね、アクアリウムって面白いですし、何回作っても何回作っても何回作ってもね、くじけない心でね、うまくいかないこともあるんですけども、懲りずにまた作る、レイアウトを考える、これがね、諦めることを知らないんですよ、私はね。まあ、楽しいですからね。なんかアクアリウムって不思議な魅力がね、あると思うんですよ。水槽の虜になってますね。まあ、個人差はあると思いますけど。はい。まあ、なんだかんだもうこれで5年くらいアクアリウムやってますから、長く続けられる趣味としてはね、すごくいいと思っております。ちなみに私、この水を温室にあるバケツにね、溜めて、これを植物の水やりに使っているんです。水槽の水ってつまり魚の糞とかいろいろね、入ってると思うんですよ。だからね、植物にとっては非常にね、栄養素がね、含まれてるんじゃないかと思って、水道水使うよりもね、いいんじゃないかと思ってね、まあ、とりあえずこの水使っておけばいいんじゃないのって感じで使ってますね。もったいないですからね、節約的な感じで使い回していきましょう。はい、ってことでね、本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録もたくさんありがとうございます。で、ブログの方もね、いつもお読みいただけてとても嬉しいです。またね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい。